何でもします。家の権利書も預けます。お金貸してください。なら30万円までなら貸してあげますよ。ありがとうございます。どういう状況なんだよこれ。円満解決、エンマちゃん。いい仕事を見つけたって言うから来たら、お前は幼児になってる上になんか金貸してるし、どういうことなんだよ。最近漫画を読んで気づいたんでちゅ、闇金はボロ儲けできると。だから闇金始めました。冷やし中華のノリで始めることじゃねえんだよ。っていうかこの事務所はどうしたんだ。ここの闇金のオーナーが前にキャバクラに来ていた客の一人だったので、幼児化してお願いしたらこの事務所を任せてもらえることになりました。どんだけつてあるんだよあのキャバクラ。ということでレイジさんには取り立てや雑用なんかの面倒いことを頼みまっちゅ。闇金なんてやるわけないだろう。そんなこと言っていいんですか。後悔しても知りませんよ。な、何するつもりだよ。私は放っておくとろくなことしません。本人がその脅し方してくんのどうなの。お金の借り方、はあ、まあ確かに放っといて変なことされるより近くで見張った方がマシか。あのポカポカキャッシュさんはここですか。はい、みんなの懐をポカポカにするポカポカキャッシュはここですよ。闇金のくせに可愛いネーミングだな。おい、即日で30万借りられると聞いてきました。すぐに金が必要なんです。まずは簡単な審査をしまちゅので、こちらをご記入ください。あの紙は何なんだ。名前と住所、勤務先、家族構成、家族や親戚の連絡先を書いてもらう紙でちゅ。その情報から借り主が逃亡しても周りの人間からお金をむしり取れるか確認するんでちゅ。さすが闇金最悪だ。それでも回収できなかった場合はこの個人情報を売ってお金にちゅることもできまちゅ。もうお前怖えよ。かけました。なるほど、審査完了でちゅ。お金を貸しまちゅので、こちらの契約書にサインしてください。いや、契約書が子供の手書き。あのここなんて書いてあるんですか。読めないんですが。ああ、それは私が書いたお花ちゃんの落書きでちゅ。契約書にお絵描きすんな。契約完了でちゅ。では3万円ほど貸しまちゅね。30万貸してくれるんじゃないんですか。闇金といえどそんな大金簡単に勝てませんよ。まず少額を貸すのでちゃんと返済して信用をつけてください。そしたら即日で30万円出しまちゅよ。はい。契約書が子供の落書きみたいなのに、なんでそういうとこだけちゃんとしてんだよ。だいぶ急ぎでお金が必要みたいだったけど、あの人大丈夫なのか。考えても仕方ないでちゅ。それより取り立てに行きまちゅよ。まださっき来た2人にしか貸してないのに誰に取り立てするんだよ。だからその2人でちゅは。おら、取り立てでちゅ。借りたもん返せ。うど、取り立てってさっき借りたばっかですよ。残念でちゅが、うちは徒歩なんでちゅ。徒歩なら10日で利子5割ですよね。いやいや、10分で利子5割でちゅ。10分経ったのでお金返してください。いくらなんでも暴利すぎる。それじゃ金借りる意味ないだろう。そんな話聞いてないですよ。私はちゃんと契約書に書きましたよ。あの字でか。字もやり方も汚ねえな。闇金口座。レイジさん、なんで勝手に返済期限も利率も変えちゃうんでちゅか。お前が悪どいことやってるからだろ。あの人号泣して土下座までしてたぞ。可愛いふりで油断させて大金を勝ちつけて取り立ては厳しく行う作戦だったのに、そんな怖い顔してるのにそれは飾りでちゅか。そんなに厳しく取り立てしてほしいなら、お前が今まで勝手に使った金取り立ててやろうか。あれ、急に耳が聞こえなく鼓膜破れちゃったかもでちゅ。便利な鼓膜してんな。とにかくレイジさんは怖い取り立てを頼みまちゅよ。別の仕事で真面目に働けばいいものを。この作戦で荒稼ぎするんでちゅ。次は公園に行きまちゅよ。エマちゃん、できたよ。やりました、砂のお城完成でちゅ。なんで公園で遊び始めたの。作戦成功のためには子供らしく振る舞って相手を油断させるのが重要でちゅ。なので本物の子供から学ぼうかと。ああ、僕のお家もこれくらい大きかったらな。自分を養う家族に無邪気なプレッシャーをかけるいいセリフでちゅね。それもらいまちゅ。え、もうこいつ連れて帰りたい。次は何して遊びまちゅ。はあ、どうしたんでちゅか。悩み事でちゅか。お父さんがいろんなところからお金を借りて大変そうなんだ。僕も手伝ってあげたいけど。いい解決方法がありますよ。ほんと、エマちゃん教えて。じゃあ情報料として1000円ください。エマさん、わかりましたよ。ただで落ちえまじゅん。
いろんなとこでお金を借りてるってことはきっと闇金にも手を出して待ちよね。うん、お父さんが闇金っていうのを聞いたことある。まず闇金っていうのは法律に違反するほどの高金利でお金を貸し出している業者のことでちゅ。ただこの業者には弱点がありまして。すごい絵面だな。で、うわ、なんでこんなに人が。取り立てを逃れるには。お嬢ちゃん、いや先生、おじさんにも教えてくれ。私の相談にも乗って。はいはい、順番ですよ。なんで公園で闇金講座始まってんだろう。取り立て。いやー、だいぶたくさんの人にお金を勝ち出せましたね。十分寝かせましたち。そろそろ取り立てに行きましょうか。はあ、気が進まないな。まずはあの3万円を借りた人からでちゅね。おら、てめえ、借りた金耳揃えて返せ。な、どうやら別の闇金業者から取り立てされてるみたいでちゅね。もしかしてうちに金を借りに来たのって。あの業者にお金を返すためかもしれません。闇金の金を別の闇金で金を借りて返そうとちるのはよくある話でちゅから。払えねえなら分かってんだろうな。やめて、お父さんをいじめないで。あの子って、あの人の息子さんだったんでちゅか。これがあればお父さんを助けられるってエマちゃんが。はっ、ちょうどいい。こいつを売り飛ばして借金の足しにしてやるよ。やめてください、それだけは。急いであの人を止めましょう。あっちの業者にお金返されたらうちにお金が入ってきまちゃん。あっちらを追い払ってうちにお金を返させないと。お前本当にブレないな。さあこっち来いガキ。おい、やめろ。なんだお前。子供は関係ないだろ、その子を離せ。それこそ俺に関係ねえよ。借金を返せないこいつが全部悪いんだからな。すいませんすいません、息子だけは私が臓器でも何でも売りますから。その必要はありませんよ。この子は魔法の紙を用意してまちゅ。ねえ、これは弁護士と司法書士からの通達。くそ、やってくれたな。まだ取り立てまちゅか。毎月1万ずつ元金を払えよ。いいな。どういうことだ、なんで急に弱腰に。闇金は違法業者なので借りたお金を返さなくても法的に罪に問われまちゃん。それでも脅して取り立てる輩もいますが、そういう時は間に法律家を立てれば手を引くんでちゅよ。法律のプロと戦うなんて面倒でちゅからね。じゃあさっきのは弁護士と司法書士に作ってもらった書類でちゅよね。うん、お母さんに相談してお願いしたんだ。エマちゃんに方法を教えてもらったから。そうか、あの時に。まあ全くお金を返さないと法律家がいても嫌がらせ落ちてくる場合があるので、元金だけ払うことでお互い痛み分けという形を進めておきましたよ。お父さん、これでもう苦しまなくていいんだよ。すまない、俺が不甲斐ないせいで。謝るより先に息子さんに言うことがあるんじゃないですか。ありがとう、お前のおかげで助かったよ。うん、友達の親ってことで多めに見ますが、うちの借金は真面目に返すんですよ。はい、何から何までありがとうございます。これで一件落着だな。これでなんとかお金払ってもらえますね。他の人からもグップグップ取り立て。なんかオーナーから電話みたいだぞ。で、着信154件。なんでそんなに。もちもち、どういうことだお前。うちの債権者が全員司法書士だの弁護士だの雇い始めたぞ。風の噂で耳にしたんだが、お前公園で闇金講座なんてやってたみたいだな。おかげでうちは大損だ。お前はクビだ。そんな、せっかくいいことしたのに。そもそも闇金やってる時点でいいことも帳消しだろう。はあ、クビになってよかった。お知らせ。2021年の1月に発売し瞬く間に完売した円満解決エンマちゃんオリジナルアクリルスタンドが、皆さんの熱い要望にお応えし再販されることが決定しましたよ。おお、年末の生放送で言ってたやつか。みんなからのメッセージが届いたんだな。はい、それはもうたくさん。なので今回は欲しい方全員の手に届くようにプロットストアにて受注生産で販売することになりました。
おお、それはいいな。前回はあっという間に売れちゃって手に入らなかったって声も多かったから、嬉しい人も多いんじゃないかな。予約期間はこの動画の直後から2月24日木曜日17時59分までです。詳細や販売ページについては概要欄をチェックしてくださいね。受注生産だからみんな慌てずにな。ただし基本的に再販する予定はないので、欲しい人はこの機会に絶対予約してくださいね。もともと今回もみんなのメッセージがあったから実現できたことなんだよな。皆さんの視聴やそのコメント一つ一つが力になってます。なのでぜひこれからも円満解決エンマちゃんの応援を、せーの、よろしくお願いします。私たちを助けると思って、チャンネル登録をどうかお願いします。お、さっ、レイジさんを助けられるのはあなただけです。お前が助けろ。